おはようございます。ここはどこですか？あれ来たことないって言ってたんですよ。そうですね、あれなんですよ、俺前になんか秋葉原に回るときに夜カードショップを紹介するみたいな動画出したと思うんですけど、はい、1店舗をご紹介し忘れていた部分があるので。なるほど、はい。まあ、本日閉店後にダイレクトアタックさせていただきましたまあなんか大丈夫らしいんで、はい、じゃあなんかね、店の人もいないんで、はい、まあ、荒らすだけ荒らして帰りましょうちなみにお店の名前はクローブベースさんっていうところですね、はい。大体多分秋葉原のカードショップってあっちの電気街口の方に集まってると思うんですよ。秋葉原のヨドバシがある側って、まあ、ほとんどカードショップなくて、まあ、ここがその中の1店舗なんですけど、まあ、なんで立地はめちゃくちゃ悪いっていう。ただそう、その電気街口からカードショップ回った流れでは来づらいけど、ただここのカードショップを俺実はめちゃくちゃ使ってるんですよ。ぜひ来てくださいちなみにね、なんか察しがいい人は分かるかもしれないんですけど、僕ポケモンカード公式チャンネルのミステリーバトルに出演した後来てます。あ、出た直後ってことですね。まあ、結構コレクター向けのカードが多いですね。なんでポケモンカードとか僕は昔のやつあんま知識ないんですけど、まあ、古いカードとかあります。いや、店内マジで綺麗だよね。綺麗ですね、うん。まあ、こちらにこれあれかマジック の, 有名なカードですね。ブラックロータスと、ね、あとなんだっけ、タイムオークかな。まあ、これも今お店に誰もいないんで、いや俺が持って帰ってもバレないと。いや、バレます。入り口にこういうのを置いて威嚇していかないとねああ、オリパ買いたかったのに今売り切れてる。いや、なんかね、クローブベースさんのオリパはなんかちょいちょいツイッターとかでもなんか発売しましたのを見るんだけど、はい、なんかいざ店頭に来てるとまあ売り切れてるケースが多いっすね。あ、人気すぎてってことですね。まあ、そういう捉え方も一つできるね。まあ、これはね、最新版だね。白熱のあるかな。ちなみになんか僕この間シティリーグ広島に飛ばされたんだけど、終了戦もわけわかんないところに飛ばされる予定ですほんまよくないよな。抽選ですからね。まあまあしょうがないですよ出られるだけありがたいですあれ、そう、なんか僕動画でたまに言うんですけど、CSR、CHR はなんかイラストの派手さの割に集めやすい金額帯のものが多いんで、まあ、ポケモンカードコレクションを集めたい人この辺から入るの最近だとね、結構おすすめです。時間かけすぎだわちょテンポよくいくか。テンポよくはい、ここからまあ、あれですね、ここはまあポケモンカードのメインゾーンだと思うんですけど、まあ、こっちはあれですね、今のスタンダードのカードが多いかな、多分ね。いいね、ドラゴン V 2080円ですよ。だいたいそうね、去年のエレキブラスターもそうなんだけど、で、今回もトランジスタ出るじゃんか。はい、うん、だからまあ、だいたい夏終わりぐらいにポケモンカードはクワガタが繁殖し始めます。こっちはキューラのカードかな。あれなんか、ヘッドなんか俺がいつも来るときもっといっぱいあるイメージなんだけど、転売ヤーに変わるな。いや、あれじゃないですか、円安でその海外の方がなんかいろんなもの買っていくみたいな聞いたことありますか、ね、日本今荒らされてるあ、そういえばこの間なんか世界大会行ってて思ったんだけど、はい、やっぱ外国人は このイラストのリザードンがめっちゃ好きだね。あ、これもう本当にポケモンカードゲームの時のやつですね。あ、そう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 。そもそも多分もう海外の人ってリザードンがリザードンなら何でもいいみたいな勢いでリザードン好きなんさあ、そうなんですね。そうで、なんか大会の会場の周りでなんかこうトレードとかが行われてるんだよ。はいはいはい。なんかその海外のプレイマット同士交換とか、普通になんかプレイマットとか日本のなんか可愛いサプライとかよりも普通に適当なリザードンのカード持ってった方がいいみたいな、はいはいはい、まあ、ところはあるね。なんでまあ、もし会場でねトレードとかやりたい人はリザードのカードを持っていくのをおすすめします。俺が世界大会1年目で出た知見だねまあこういうちょっと高めのカードはこの左下になんかねカードの状態が書いてあるんで、まあまあ金額と状態が分かりやすいですね。ここにもありますね、注意書きがありえないだろ、これ6万5千円でさ、まあ、相場なんだけど、これが今、これが相場なんだよ今。でもこれ誰が買ってんのって話なんだよいや相場なんだよ、相場なんだよ、分かるんだよ。白銀のナースの漆黒のガイスは今手に入らないですから、まあ、そういうことにしておきますか。あ、そう、ここなんかね、高額カードを買うとなんか専用のクローブベースって書いてある箱に入れてくれるんで。あ、そうなんですか。あ、そう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 。ミュウツーが輸入も高くなったねこんなん寝た時誰が使うねんって、俺含め全員言ってたけど、いつの間にかアルセウスと手を組んで、いつの間にか環境デッキの一角になっちゃってね。まあ、スタンダードのカードもありますよと。これは遊戯王の、まあ、ちょっと昔のカードとかですかね。まあ、遊戯王はもうなんか、それ多分大学生入ったぐらいまでやってたんだけど、今から10年前ぐらいまではやってたんだけど、
もう最近はなんかプレイはいいわいや、なんか眺めるのは好きなんだけどね、はいはいはい、プレイはもういいな。あ、あるよ、急が降りた売り切れてんだけど。あー、ちょっとやってみる。やってみますか。まあ、一旦後にしよう。デュエルマスターズ見に行こうぜ。デュエマ、最近デュエマもプレイしてますもんね。そうだね、この間グランプリっていう3000人ぐらい参加するめちゃくちゃでかい大会。めっちゃでかいっすね。参加しましたけど、まあ結果を差しますじゃあ言い訳させてほしいよ。ポケモンカードでいうエクストラリエーションみたいなやつに初心者なのに応募しちゃって1週間でゴリゴリに詰め込んだけど、まあ無理でしたね。誰と練習したんですか。まあそれは有名なね、スパイランス選手ですよ。シールド戦にも出てた、まあ、デュエルマスターズ。ここは昔のカードがありますね。まあこの辺僕今大興奮なんですけど、最近なんかコミック無料公開とかもありましたもんね。ああ、そうそうそう、それであのファイティングエッジまで俺読んでたんだけど、切り札勝負編の最後のスタークロスまで読んだわ。ここは最近のカードっていうよりかはプロモとかあれだね、なんかレアリティ高いやつとかっていう印象ですね。まあそうですね、ここの辺はプロモで、こっちが多分なんか今のその大会向けのカードとかなのかな。俺も一応曲がりなりにも1週間デュエルマスターズに打ち込んだから、まあちょいちょい知識はあるんですよ。まあ、こちらは買い取り表になるんでアセラの SR50 万だってさ。はあ、でこの店実は、まあ、あの対戦スペースもあるんですよ。っていうか、まあ、僕秋葉原で結構あのポケカの練習するときは、まあ、割とそこそこの頻度であのここに足を運びます。そうなんですね、うん、ここの対戦スペースはめちゃくちゃいいっすよ。対戦スペースってよりかはなんか俺は休憩しながらカードやるみたいなイメージだね。もうカフェでポケカみたいなイメージですか。あ、そんな感じだね、はい、でそのカフェでのポケカ許されてないですけど、ここではもう正式にできると、うん、ここでまあ飲み物飲みながらあのよくポケカの練習はよくではないけど、まあやりますね、たまに。めちゃめちゃ綺麗ですね。ちなみにこの間俺ここで練習してたら、あの後ほど DM が来ましたまあなんか自販機のオリパーやってないから、ガチャオリパーでも引きますか。ガチャオリパーっていうのがあるんですね、うん、どうこの導入の仕方。いやあれなんですよね、なんかここってあのお店以外でもなんかウェブで24時間オリパが引けるんですよ。まあ多分今日の訴求内容概ねこれがメインだね。皆さんにこの24時間引けるガチャオリパを、まあ、多分ご紹介することになると思います。いやまあ噂には聞いてたんだよね、24時間ポケモンカードが買えるウェブオリパがあるって。あまあ噂に聞いてたとかじゃなくてさ普通に知ってたんだけどどうするなんかね、種類あるんだよね。そういえばなんかあれだわ、この間繁盛がむちゃくちゃやってたんだよね、はいはい、500円オリパにロイヤルマスク入れようとか相当な数作んなきゃいけなくなりますよそれ、うん、まあ、彼もね最近カードショップ開いてたから、まあ、ライバル店を潰したいんじゃないなんかいろいろあるんだよね、何する。まあ、一番上でいいか、ミラクルオリパじゃあ引いてみますか。とりあえずこれ1プレイ500ポイントで、あ、残り残数書いてあるね、3500分の3281だから、まあまだあんまり回されてないと。あ、そう、当たりね、まあ多分画面出てると思うわ。まあ、基本的にはなんか女の子の SR と、はいはいはい、まあ、スペシャルアートとかが多いっすね。オリパ買うの久しぶりだわなんか最近確かにオリパの動画見てないような気がします。いや俺多分5年に1回ぐらい開けてるんだけどガチャル、10連ガチャル、どっちでいくんですか。これ10連するとプラス1回とかそういうのはないんだね1回お試しね。いた昔なんか知り合いで 新しいパック出るとさ、はい、試し買いっつって1パックだけ買うのよその結局なんか1箱買って帰るんだけど、それ意味あるって。ちゃんとなんか演出あるんですね。見てなかった全然。ちなみにまあ僕これ家に多分800枚ぐらいあるんでいらないんですけど、まあ、いらない場合はこれを多分変換できるんだよね確か。あ、そうそうそう、これポイント変換すると、はい、まあ、80ポイント増えるんで、まあ、またガチャ引けますよという感じですね。なるほど、500ポイント使う上でその80ポイントになるから、うん、ってことですね。何これってことこれいいのかないやとりあえずめちゃくちゃ言いまくって、ね、なんかダメそう、ダメそうなやつ後でカットしよういや、構成がこれでもさ、ラストワンとかあんのかな。パッと見ないんだけど、ラストワンなくてよかったね。これさ、ラストワンあったとしたらさ、これリアルタイムで数字減っていくわけじゃんか。だから残り100口ぐらいになったらさ、
なんかチキンレース始まるんじゃないの。あー、多分そのお互いのってこと、ね、あ、そう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 、全国各、なんか世界 VS 俺みたいな感じで始まりそうじゃない、なんか10連ガチャルか。ちょっと待って、さっき演出見てなかったから見るわ、さすがに。はい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 、これなんかやっぱいいの出るとさ、演出とか変わるのかね、さすがに。可能性ありますね、確かに。お来たよ、これは。千葉コイル V のスーパーレア。スーパーレア当たったじゃないですか。あ、でもこれちゃんとね、鉄火ゲ、懐かしい、鉄火ゲのスーパーレア入ってんだけど。これなんだっけ、フルメタルオールかなんかだよね、確か。フォースキャンセル、じゃあディスカバリー GX だ。そう、鉄火ゲ2回出てますからね。そうだよね。ウルトラビースで逆に GX になってないのある？ないか、基本全部 GX になったか。なんか1個良さげなやつ当たるまで引こうか、冷静に。あとなんか演出見てみたいね。そうですね、うん、逆になんか演出ないと絶対渋いの。あ、なんかちょっと光ったけど、あ、全然違ったわ。はいはいはい、いやまあね、こういう安いカードもね、うん。いや懐かしいっすね、なんかこういう風に見れるの。テキストだけ見ると強いやつとか多いんだけどね、ストリンダーを除いて。もうちょっと引きたいね、さすがに。なんか怖い。まあ3500口あるからね、まあまあまあ、1口500円だから、その500円でカトレア手に入れようっていう魂胆自体が甘いと、そういう話。運試しですからね。もういいこと言うじゃん、その通りだね。あ、でも今回なんかね、還元率高いわ。あ、ガラルマタとかすでやっぱちゃんと高みされてるわ。ガラルマタとかちゃんと高みされてるわ。最近使われてますからね。最近は裏工作もあるし、なんだっけ、花選びもあるからね、うん。まあ、こんなのだと、まあ、ガラルマタとかすゲノセクターあたりがいいっすかね。ちなみにこれなんかなんか適当なノリでこれ1回5000円なんで、うん、うん、やばいっすよ、もう、うん、2万円ぐらい使ってる。あ、そうそう、オリパ引くたびに思い出すわ、こんな感じだよねって。ライチューブイ、ライチューブイはまあちょっとありっすね。今後強化されるからってか、トランジスタで一応火力も出るから。そう、雷タイプの種ポケモンはちょっと今後一向の余地ありだね。クワガノブイ出るまでやる、入ってるかしんないけど。これで今50連ぐらい、40連ぐらい引いたかな。いや、50連じゃないですか。そんな引いてる？俺もう2万5000円使ったってこと。あ、ギルガルドね。ギルガルド V はちなみに僕は世界大会にワンチャン持ってこうとしてましたね。じゃあディアルガに入れようとしてた時代があった。はいはいはい、ディアルガ握ろうとしてましたもんね。そうそうそう、あの今年の世界大会、あのなんだっけ、ザシャン V スターが使えないからさ、はいはい、あいつだとミルタンク貫通できるじゃん。ミルタンク貫通できる鋼のまともなアタカがこいつしかいなくて。引き裂くでしたっけ、何でしたっけ、技ソニックエッジだね。ソニックエッジか。ポケカのかかってる効果向こうの技引き裂くとソニックエッジ勝ちだから大体。そう、かかってる子は計算しないみたいなやつだったよ確か。まあ、あの頃はね、安かったね。あの頃はカード安かったね。ビビった、スイレンって出てきてさ、当たったかと思った。スイレンの釣り竿だったわ。どうなんだよ、まあ、この辺こういうグッズの言われて、多分レギュレーション変更とともに価値をなくすから何とも言えないね。まあでも穴抜けの紐とかの可能性とかありますから。ああ、確かにいいこと言うじゃん。そういう意味ではそろそろどうする、なんか買っといた方がいい URL、 デルタ君的に。おお、なんかめっちゃ光ってるわ。これ多めなんかいいカード当たったくさい演出だけどな。ほらほら全然違うもん。来た、熱い熱い、くぅ、おお来た。表紙のやつ出たわ。やったー、当てちゃった、三振のスペシャルアート出た。ちゃんと出たね、これすごくね、ちょちょ、芸術点すげえわ。タックコールの UR も出てるわ。あ、すごい、なんかもう、はい、これ俺たちにして一箱二箱開けちゃうんだけど。あれ今ね、何連回した。いや僕多分70ぐらいだから、70だとして、まあ、1回10連5000円として、まあ、4万ぐらい使って3万5000円ぐらいか、3万5000円ぐらいだったら、まあ、これは多分アドですね、はい、得しました、得です。ちゃんと出たわ、やったぜ。だってさ、おかしいもん、他のカードなんか還元580ポイントでこいつだけ3万9400円。つまりなんかこれ単純にさ、還元しても3万9000円分の買い物ができるってことじゃないの。ポイントに還元できますからね。 1コイン1円なのか知らないけど、こいつだけ発送するわ。まあでもなんかいろいろあるんだよね、種類が。マジカルオリパー、なんか PSR じゃねえ、 PSA 鑑定付きのマリとかなんか当たるやつとか
女の子のバトルモードっていうオリパもあるけど、なんかいろいろ種類ありますね、まあ、こんな感じで、まあ、最近秋葉原にいれば24時間365日オリパが買えると言いましたが、まあ、今は日本全国どこにいても24時間オリパを買うことができるということですね。いやちゃんと出たね。いやーすごいっすね。演出かっこよかった。